えー、山本草太君の点数は94.86という、ねえー、点数が、えー、出ていますね、はいお。よかったですね。ジャンプは3つとも9マークとかなかったです。4回転サルコーがちょっと危なかったかなと思ったんですけど、えー、これもしっかり、えー、ノーマークで、えー、回転しっかり足りてるという評価です。うんまあ、さっきも言いましたけど、彼はずっと安定してます。すごいですよ、今季。 ただ、ステップシークエンスがレベル3ですね。これは宇野昌磨君も同じでしたので、ちょっと今年は、今回のグランプリーファイナルは、ちょっとあの、えー、テクニカルパネル厳しめな、ステップシークエンスに関しては厳しめかなっていう感じはします。で、宇野選手に結構優しかったイギリスのジャッジは、えーまあ、山本選手に対しても比較的優しい感じはするので、 うん、カナダも56.60出してます。日本ジャッジ51.23で、ほ、まあ、他のジャッジと比べても、平均から見てもちょっと厳しいかなっていう、これ、宇野君の時もそうでしたね。はい。ちょっと日本ジャッジ低めなのかなっていう感じしちゃいますね。うんえー、そして、プログラムコンポーネント見ると、明らかにフランスジャッジのプレゼンテーションが6.50っていうのは。 これはちょっと厳しすぎたのかなっていう印象ですね。他のジャッジが7点台の後半から8点台出してますから、6.50はちょっと離れすぎたんじゃないかなっていう感じですね。うんえー、はい、そうですね。うん、36.33ですからね。うんうん、で、えーと、三浦佳く君は87.07でしたね。 うんあー最初の4回転スルとこれトリプル等でねこらえきれずに転倒しちゃったんですよねうんだから悪くはなかったのでマイナス5じゃなくてマイナス4にねフランスと日本のジャッジしてますよね、うん、普通、転倒はマイナス5になることが多いんですけどあの惜しかった部分だったのでもうちょっとでねこらえきれるかなと思って転倒しちゃったんでちょっともったいなかったですねあともうちょっとでしたね。うん でステップシークエンスがやっぱレベル3になってるので、まあ、今回はテクニカルパネルがレベル4とんのは結構男子は難しい可能性あります。うん、で4回転トーループ本当に危なかったんですけどね、まあ、ちょっと危なかったっていうか高さがいつもいなかったかなと思ったのでいやーよかったです本当にこれが決められて。うん、はい。えー テクニカルエレメンツはそんな、えー、他のジャッジとの,その相互関係をそんなにその、えー、あんま見受けられないですねほ。ほとんど。ただ日本が一番46点なんで厳しいじゃ厳しいかっていう感じはありますけど、うんまあ、そんなには差は離れてないかっていう感じは、えー、します。で、プログラムコンポーネンツは、えー、山本君には厳しかったフランスジャッジは三浦君には8点上げてる感じですね。 うんはい、ただ、イギリスがちょっと7点台になっちゃってますけど、まあ、ウクライナも7点台で、えー、フィンランドの7点台にはなってます。うん、日本ジャッチは41.76点を上げてますね。分、う、か、んまあまあ、れてはいない、別れすぎてはいないけど、まあ、ちょっとあの離れてるのかなっていう部分。でも、チェコは43.01ですね。うんまあ、今後9点台が 取れていけるかどうかっていうところがまあ気になりますけども、点灯があったんでシリアスエラーもかけられてるのか、ちょっと気になっちゃいますよね。うん、シリアスエラーの,そのなんだっけ、えー、基準なんかも結構やっぱ気になるんで、明確化してってほしいですね。うん、えー、ダニエル・グラースル君、4回転ルッツ、これが、えー、アテンションになっちゃってますね。うん、ででですで 後半のトリプルルッツもアテンションなんで、ルッツがちょっとエッジ踏み切が怪しいという評価です。で、ステップはレベル3、スピンも2つでレベル3という評価になっています。ちょっとレベルが、えー、伸びきれないですね。うん、で、えっと、GOE はまあ比較的取れてるかなっていう、まあ、いつもの彼の感じかなと思います。トリプルアクセルはね、良かったですよね。うん。はい。まあ、そんな感じで。で、プログラムコンポーネンツは、 7点台の後半が3つ揃えたという感じになってます。うん。そして気になるのがエリアマリン君ですね。80.10っていう点数、いや点数も低かったし内容もちょっと今の彼には。 ないと言いますかね、ちょっとびっくりでしたが、まあ、4回転とトリプルとのコンビネーションとトリプルアクセル、これがまあ大きくステッピングアウトしてますので、まあ、4回転アクセルができるのにトリプルアクセルがなんでっていう思う人いると思いますけど、やっぱ軸作りとか、ちょっとね、ソフートがやっぱなんかなんかうまくいってない,いのかなっていう感じがしますよね。で、まあ、この2つの減点はさておき、4回転サルコをきれいに決まったかのように見えたジャンプで9マークがついちゃった。うん、なので、えー、これも結局減点に跳ね返ってる。 っていうことです、うん、なので全部ジャンプは3つともまさかマイナスになってしまったので、うん、点数は伸びきれなかったかなと思います。まあ、彼はフリーはね、まああのまたこう、全然違う雰囲気になるとは思うんですけど。うん はいちょっとびっくりですよね。まあ、スピンも、あの最後のスピン、えー、フライングシットスピンもレベル3なんですが、まあその GOE でもマイナスがあったりしてるんで、スピンとかでも良くなかった。うんまあ、ステップシークエンスはマリニンは4もらってますね、うん。これは他の選手にはなかったところです。ステップシークエンス、レベル4ですよ、マリうん。 はいまあ、加点もついてますから全体的に、ね、あんまり良くなかったかなっていう感じはしたんですけど、ステップはレベル4ということになってます。アメリカジャッジは85点っていう総合得点出してますね。うん で、えー、とプログラムコンポーネンツ見ると驚くのが、イギリスジャッジが6.75っていうね、うん、プレゼンテーション出してます。これは、宇野君には10点出してる部分なんで、結構、天と地のひっくり返ったなっていう <laughs>、えー、そういう感じがしますね。うん、本当、天地ひっくり返ったっていう感じがします。ただ、他のジャッジは7点台の、えー、中盤から8点台。 が出ているととうことですねアメリカは8点台の8.5点が3つ並ぶ、まあ、これは自国 b 益が使われてますね、結構ね。うんえ日本は38点、うん、ということなんで、はいまあそういった評価になってます。全部7点台ですよね。うん、ただ、まあさっきも言いましたが、今回に関しては全体的に制裁を書いていたので、ちょっとはなんかあまりよくはなかったかなっていう印象はしますね。うん 最後、佐藤駿んの得点を見ていきたいと思います。76.62っていう点ですね。うん。はい。えー、っと、まあ、最初4回転ルッツね、これ、転倒が出てしまって、残念でしたね。うん。まあ、これが決まってきて欲しかったなと思います。えー、5.75。でも、回転はしっかり足りてるっていう評価ですね。4回転トーループ、ダブルトーは、4回転トーループがなんか、着地したときに詰まっちゃったんで、えー、まあ、ダブルトーになっちゃったんですけど、まあ、あの、これ、 もったいなかったですね。うん。やっぱもうちょっと綺麗に流れて、トリプルトーンも作れる選手なんで、やっぱ点数が少し減点がありますからね。うん。もったいなかったかなって思います。で、ス,ピンステップはレベル3でステ、スピンもレベル4が2つあります。 でフライングキャメルスピンはレベル3なんですけど、ただそれよりもですね、この一番最後の足換えコンビネーションスピン、これレベル4なんですけど、V マークがついちゃったんですよね、V マークね。で、これはまあ回転が足りない。 部分があったということで、えー、まあ V マーカーをつくと基礎点がレベル4でも2.63しかもらえないんですね。うんこれはだから、あのフライングキャメルスピンのレベル3よりも2.8よりも低いののをあベースバリューなんで、まあ、結構厳しい評価になっちゃった。だからスピンで取りこぼしがあったっていうところもちょっと悔しかったですね。うんはい えっと、まあ、そんな感じ。でもトリプルアクセルは良かったですね。彼は本当トリプルアクセルが素晴らしいので、もうちょっと点数出てほしいなってちょっと感じちゃいますけど、うん。はい。えー、プログラムコンポーネンツは、6点台が結構目立つ部分もあります。フランスキャッチも6点台が2つ出て、ウクライナも6点台、イギリスも6点台が出てる。 ところがあるということですね。うん。他のジャッジは7点台が多めで8点台がちょこちょこあるよっていう評価になってるかなと思います。うん。まあ、この辺はこれからかな。でも結構内容的にはあの昨、えー、シーズによりもかなりね僕はプログラムコンポーネントももっともっと出てほしいなって思うくらい良くなっている感じがする。ちょっちょっとね。 もううちょっっと出ててししいなっていな感じがします、ね、やっぱ過去ね、なかなか PCS が出ない選手って結構継続、過去の、えー、自分と比べられたりしている部分もあるかと思うんで、でも本当にあの中盤のスピンの後の動きなんかもとても良かったと思うんで、もうちょっと PCS 出てくれればいいなってちょっと勝手に思ってまいりますね。うん、はい、えー。という、そういう感じでしたね。皆さんもどうでしょうかね。うんえー、男子のショートプログラムの、えー、プロトコルプロセッ以上になります。